アエルマッキメガバイトマイナス326オーストラリア空軍のメガバイトマイナス 326H アエルマッキメガバイトマイナス326はイタリアのアエルマッキ社が開発したジェット練習機及び攻撃機アエルマッキ社の技術部長県議師長だったエルマンのバッツォッキによって1954年から設計が開始され 試作機は1957年12月10日に初飛行した。その3年後にはイタリア空軍が15機を発注し、1962年3月から訓練部隊での運用を開始した。機体は単純かつ頑丈なエアフレームをベースにしており、タンデム複座式のコックピットは弱圧化されている。主翼は低翼配置の直線翼で、その翼端には、 増装が装備され、付け根にはエンジン吸気口が設けられている。降着装置が短いため、離着陸時にビブを滑走路に擦らないよう、後部胴体にはオリンが設けられている。この基本設計は、発展型のメガバイトマイナス339にもほぼ、そのまま受け継がれた。当初から、軽攻撃機としての発展改良が視野に入れられており、後の改良型では、 主翼下に6カ所のハードポイントが設けられ武装を搭載することが可能になり、さらに1970年にはコックピットを短冊化し、固定機関砲を装備した攻撃機型も登場した。メガバイトマイナス326は海外に広く輸出され、ブラジル、南アフリカ、オーストラリアではライセンス生産も行われた。ブラジルではエンブラエル社が エ部マイナス326社番地の名称で製造し、パラグアイと東後に少数を輸出した。南アフリカではアトラスエアクラフト社がインパラの名称で複雑練習機型と短座攻撃機型の両方を製造し、ブッシュ戦争でタイゲリラ戦に投入したほか、余剰機がカメルーンとブラジルへ輸出された。オーストラリアでは CAC 社が CA-30 の名称で、オーストラリア空軍、海軍向けに製造した。極技飛行能力にも優れていたことから、オーストラリア空軍のルーレッツや南アフリカ空軍のシルバーファルコンズなどの極技飛行隊でも使用されていた。メガバイト -326 は20年間にわたって製造され、ライセンス生産機も含めた、総生産数は761機であった。 イタリアではすでに後継機のメガバイトマイナス339と交代して退役済みであり、その他の国でも旧式化が進み引退しつつある。メガバイトマイナス326系のデモンストレーター機南アフリカ空軍のインパラマークに、ブラジル空軍の演武マイナス326シャバンチ3面図全部、操縦席。ありがとうございます。